花子の人生波乱万丈7これから子供を持つ男性よく聞きたまえ子育て中の女は旦那を原点方式で見ているチャイルドシートがないと病院から生まれたての赤ちゃんを車で連れて帰れない予定日まであと2週間という時にまだチャイルドシートを買っていないのに32歳の独身同僚女性の引っ越しの手伝いに行ったのを忘れない赤ちゃんが熱が出てお母さんも熱がある時にバスケの試合に行ったことを忘れない専業主婦であろうとフルタイムママであろうとそれは同じだ 妊婦がはしにかかると流産・早産の確率は30から40%と言われているはしにかかった状態にするのがはしのワクチンそれを妊娠中にアメリカのビザのために受けてしまった埼玉の病院に行って看護婦に相談したらちょっとお待ちくださいと言われて医者の大きな声が聞こえた責任取れないから大丈夫って言ったらダメそうこうしているうちに日本滞在3ヶ月でアメリカのビザが取れたそして私は妊娠したままロサンゼルスに引っ越すことになった ロサンゼルスの病院にハシカワクチンのことを相談するとあっさりと「大丈夫です」と言われた形も出来上がってない初期状態にハシカワクチンを受けてもほとんど影響はないとのことそこでアメリカの医療の凄さを感じたロサンゼルスについて最初にしたことは運転免許を取ることロスでは車の運転をしないとどこにも行けないそして次にしたことは就職活動私は妊娠4ヶ月のつわり真っ盛りの時に運転して就職活動をした妊婦が働くのは当たり前らしい 日本では就職するときに健康診断書を提出する必要があるということに驚いたアメリカでは妊娠で不採用なんて言ったらその会社は訴えられて数億円数十億円払うこともあるそして子持ちし者も花子は通信会社に採用されたがいつ産休のことを言おうかとドキドキしていた続く皆さんこんにちは花子です 月曜日はブラックマンで日経株価が大暴落するという話で盛り上がっていましたが、そんなに暴落しませんでしたね。0.48%の下落です。私は週末に会計クラスを6時間教えているんですが、そのうちの NISA コースのメンバーに聞きました。日経株価先物が金曜日の日本株市場が閉まった後に5%下落した。日経いれば買った方がいいと思う私は月曜日から金曜日まで 米株市場が閉まる朝5時まで起きているので、米株市場を見ながら日経株価先物がどんどん落ちているのを見ていました。だから日曜日のニーサコースのメンバーに聞きました。私は楽天証券でニーサ投資もしているのですが、15万円は積み立てで e m a x i s s r i m s p 5 0 0に毎月投資しています。10万円が積み立て投資枠、5万円を成長投資枠で e m a x i s s r i m です。 楽天カードで15万円までポイントつきますよね。私はポイントあまり気にしてないんですが、気にする人もいるので、教えるためにそうしてます。そして残りの15万円分を毎月ニーサコースのメンバーに選んでもらってます。日経レバー、月曜日の下落スタートを狙ったわけですが、普通の日経株価だとそれほど利益は取れないと思ったので、日経レバーにしたということです。これは実験なので儲けようとする意図ではありません。金曜日の終わり値が23,530円だったのですが、寄付で いくらでで買えるのかのか実験でした21,295円で買えたのでプラス7.56%で月曜日終わりましたでも多くの人がもっと下落するって言ってたんですよねみんなが思った通りにはなりません私の経験から言います投資って普通に考えたら売った方がいいだろうとか買った方がいいだろうというのの反対になるんですだから普通の頭で考えてどうするってことになります これは24年間米国株投資をしている私からのアドバイスです金曜日はやたらとリセッションという人が多かったですがそれって株価しか見てないですよね金曜日ツイッターにこう書きました米株市場金曜日終了かなり下落しましたが日経株価は先物5%近い下落で今日は大騒ぎになりそうですナスダックマイナス2.55% 私のはコインベース7%下落でマイナス 3.69%1 日で450万円下がりましたがそんな中4000ドル買い増ししました投資家は労働市場の勢いが予想以上に減速したと判断し 景気減速懸念で下落。私はそう思いませんが、上昇で買わない。下落で気をつけながら少しずつ買う。ということで、どんどん米株市場から手じまいしていただいて結構お疲れ様でした。金曜日は米失業率の発表があって、4.2%という数字で景気減速って騒いでいましたが、4.2%ってパウエルさんたちの6月に出した計画表によると、2025年で計画している数字ですよ。 そして長期で好ましいと思っている数字。パウエル議長も4.2になった時は好ましいと言っていました。しかし世間は米経済が危ないと言っていた。米失業率はあまり低くても会社の求人が埋まらないということで良くないんですよね。低ければいいってもんじゃないです。私はパウエル議長の FOMC のスピーチは毎回ライブで見ています。メディアから情報を得ているわけではないです。前回も言いましたが私が最初にアメリカで銀行員になった時最初の仕事は f o mc のスピーチをまとめてレポートにすることでしたグリーンスパンが議長だった2005年からです。その時に分かったことは fomc で議長が言ってることと違うことをメディアは書くということですもしくはニュアンスを変えて一般投資家が勘違いするように報道する2005年から fomc のレポートを書いていましたから住宅バブルがどのように形成してどのように弾けるか とといいいうのを現地でで銀行員とししててレポートまで書いていま書ただからメディアの言うことをそのまま言ってあたかも自分がスピーチを聞いたかのように偉そうにうんちく垂れるやつが大嫌いなんですよ。まあ、嫌いとか言うの良くないとか言う人いるんですけど、まあ、名指ししてないし嫌いがわからない人って好きもわかんないんですよ。 真実ではないことをメディアが言ったからって真実だと広めることは外悪なんです。メディアのコマになってるだけです。だからオリジナルのソースをちゃんと聞いてこいっていつも思います。そこをちゃんと見てないと投資で損失を出し続けます。そして退場する。じゃあ今後はどうなるかというと、長期目線で言うとアメリカの決算、物価、金利などを考えるとリセッションが近々来ることはないと思います。金曜日は失業率が高くて米経済リセッション懸念で株価下落。そして月曜日にイエレン米長 ががこれこれそソフトランンディングと言ったたので急激に株価が上昇しましまパウエル FRB 議長もイエレン米長官もソフトランディングと言ってるのにメディアがハードランディングの可能性ばかり報道だってパウエルが2022年にインフレ加速を予測できなかったからっていう人いるけど誰がロシア・ウクライナ戦争を予想できる物価の高騰は供給不足で起こるんですよ。日本は米をみんなが一気に買うから 価格が上がってるでしょう。ソフトランディングとハードランディングの意味がわからないという人もいるので説明します。アメリカの金利を上げる理由は物価を下げるためです。物価が上がりすぎて、給料がそれと同じペースで上がる富裕層はいいけれど、貯金も米国債も持っていない低所得者たちが、いい食住に困って生活できなくなります。また、それ以外にもいろんなところで歪みができます。そうすると経済がパンクして壊れてしまいます。 壊れてもやり直せばいいんですが、壊れた時には自殺者も増える、会社も潰れる、財産をなくすという人が増える、物価は下がったけど、そのような状態になることをハードランディングと言います。飛行機が空港で燃えながら着陸するっていうようなことです。 その反対に金利を上げても経済が壊れずゆっくりと物価を下げていけたらそれをソフトランンディングと言います。できたら経済は壊れないまま物価を下げたいんですが最悪のパターンでは経済は壊してでも物価を下げないといけません。 そして、その経済を熱しすぎず、冷ましすぎないのが、物価2%目標ということです。日銀もそう言ってますよね。これについては3%、4%でいいんじゃないかという人もいますが、今のところパウエルさんは2%は絶対と言っています。いろいろなことを考えると、ハードランディングにはならないというのが、私のもともとの考えで、パウエル議長はずっとそれを FOMC で言ってるし、イエレン長官も月曜日にはっきり言ったので、株価が上昇。 そもそもリセッションが何かを誤解している人が多いです。リセッションイコール株価下落だと思ってる思ってる38%、思ってない38%、思ってる人と思ってない人が半々です。リセッションは GDP 成長率や失業率などのマクロ経済指標に基づいて判断されるものであり、単に株価の変動とは異なる指標で測られます。 リスク回避やパニックによる売りが一時的に株価を押し下げることはありますが、それが必ずしもリセッションを意味するわけではありません。 逆にリセッションが進行中でも投資家が期待感を持って株を買うことで株価が上昇する場合もあります。リセッションじゃなくても株価が上がりすぎれば調整で株価が下落します。テック系、半導体系は上がりすぎてるとは思います。だから上昇している個別株は特に買うなっていうことです。短期目線で言うと大統領選で誰が大統領になるかでだいぶ変わります。 民主党のハリスさんが大統領になったら1月に株価下落すると思います。なぜかというと債務上限問題また来ますよ。なぜその話話話題にならないんでしょうか。アメリカの予算は決まっているのですが予算を使うにはお金が足りないので米国債をもっと売らなければいけません。米国債を発行するということはアメリカの借金が増えるということです。民主党の時にアメリカの借金を増やすとその時の大統領の党がいい評価を受けます。 そうすると、次回の選挙で共和党が不利になるばかりではなく、自分たちの番が来た時には借金が膨れ上がるので、上限を上げることに反対するということです。でももう予算では決まっていますし、GDP 比で言うとアメリカの借金は日本やイタリアなどより低いです。この債務上限問題は毎回問題になっていましたが、その債務の上限はしばらくなしにしようということで、その期限が1月に来るということです。今まで一旦大丈夫にしたんですけど、また、 上限が授けられるとということですまたこれは今度は細かく話しますが民主党のハリスさんが当選すると上院が民主党下院が共和党になる可能性が高まります共和党のトランプさんが当選すると上院下院ともに共和党になる可能性が高まりますアメリカは大統領が全てのことを決められるわけじゃないですよね上院下院と両方が投票で OK となれば決まるわけです つまり、ハリスさんになれば、またねじれ国会になって、いつまで経っても債務上限を引き上げられないという問題が出て、アメリカの格付けを下げられる、または決まらないということで、アメリカが信用なくして株価下落っていうことが起こります。ということで、短期目線ではいろいろありますが、私たちがしているのは長期投資。長期投資は短くて5年、普通で10年です。一つのサイクルが終わるぐらいの時間があるので、目先のことにいちいち反応せず、アメリカが 拡大していいるかを考えればいいわけです自分の生活を考えたら分かりますよね今使ってる YouTube 今日発表があった Apple イベントの iPhone amazon ショッピング Google 検索インスタグラム Twitter とアメリカの会社ばっかり使ってる生活を日本人は送っています iPhone16 は結構 AI を駆使したっぽいですね私は iPhone15 Pro Max 買ったんですがこれ結構高かったですでも新しいのはだいぶ違うっぽいので これ妹にあげて新しいの買おうかなアップル株研究しないといけないですよね私でも今回は AI が入ってるから日本語対応するのが来年以降って言ってましたアメリカは来月からだそうです今日2時からのアップルイベント見てしまったので動画の撮影をくれて今朝5時 出すすのをくれると思います自分で台本撮影編集して出してます米国株投資は下落で売ったら意味がないと上昇の時にみんな言うのに下落するとなぜ「ノーポジ・全売り」という言葉が流行るんだろう。 短期投資の人たちだと思いたい。この世で嫌いな言葉トップ10に入る言葉、手じまい。どういう株を買うかは人による。例えば私の娘がまだ中学生だったらインテルは買わない。娘はもう大学院も卒業して一人立ちして結婚相手もいるし、私のお金は全て私のものなので危ない株も買うんですよ。 そして、パッド・ゲルシンガーさんの動画をたくさん見て、経営者として好きだから、下落したら買います。投資というものは、行き当たりばったりではなく、自分が最初に立てた計画通りに実行していくもの。上昇したら買い、下落したら売るというのは、計画が全然できていない。上振れ、下振れ、すべて想定内に収めるべき。株で疲れている人は、気合を入れすぎ、自分の保有株のリスクレベルも理解していないから疲れる。 大きく上昇する株は大きく下落する。小さく上昇する株は小さく下落する。そんなことも頭に入ってなければ疲れるはず。長期で大きく儲かる人は、まあそんなもんだろうと冷めている人。ということで、抑えるところはしっかり抑えて、どんなリスクを自分は取っているのかを理解して、行き当たりばったりでは投資せず、自分が立てた計画通りに粛々と投資してまいりましょう。 米株市場月曜日終了。今日はインデックスすべて1%超えの上昇。私のはパランティア、コインベース、CGC などの上昇で2.1%上昇の1億2193万円。パランティアは S&P500 円の追加が決定して本日14%上昇。 イエレン米財務長官が、米経済はソフトランディングと発言したために、ちょっと前までリセッションと言ってた人たちが黙る。今週は火曜日に民主党カマラ・ハリスと共和党のドナルド・トランプが最初の討論、水曜日に CPI の発表。それでは、さようなら。<music>